かしい。この魔が尽き、どんどん力を増している。でも、それにしてもまさか歪みが出るとはな。なぜだか万全ではなさそうなのが何よりじゃが。小ガラス丸か。まさか伝令役が助けに飛んでくるとはね。少林に緊急で頼まれたのじゃ、仕方なかろう。ただ来て正解のようじゃな。未来明るい御剣使いを失わずに済んだ。うむ、詳しい話は後じゃ。わらわも加勢するゆえ、指揮が取れるようならよろしく頼む。私もまだやれるわ。気持ちは嬉しいが、その傷では無理じゃ。泉はわらわが相手をする。残りの者は付近にある細具のようなものを壊してくれ。あれが泉に力を送っているのやもしれぬ。わかりました。行きましょう、城泉さん。でも、では参ろうかな。期待しておるぞ、若き御剣使い。